威力偵察も今日で最後よ。七瀬、状況の説明をお願い。最後、やっと終わる。山登りの日々もこれまでや。調査と山登りしかしてなかったですからね。調査してんのは私だけだけどな。霧ヶ峰では先の訓練で説明した通り、市街地を含む偵察となっています。山間部とは違い、人工物の死角が多く、調査不備が発生する可能性がありますので注意してください。威力偵察から得られた情報は非常に精度の高いもので、司令部の作戦立案に寄与しています。これらは皆さんが持ち帰った成果です。誇ってください。本日が最後の偵察となります。自信を持って進めてください。それでは出撃します。威力偵察、今まで結構ハードだったよな。せやな。なんで出発する前から黄昏れてんだよ。そんな日々も最後だ。今日はビシュに酔おう。未成年だわ。何言ってんの？新曲の歌詞だよ。やべ、そうだった。泉がツッコミ間違えるなんて珍しいやん。そんなこともあるんですね。やめろ、特技でも何でもないわ。そんなユッキーは置いといて、いざ霧ヶ峰へ。置いてくなよ、連れてけよ。おっす、ユイナ先輩。ご苦労。いよいよ最後の作戦地区だな。ルカ、一つ質問だが、今までの偵察結果をどう見る？超いい感じ。そうか。戦場でも適当なやつだね。まあまあ。それでも 31A は、ここまで素晴らしい結果を出している。でも判断で甘いところは多いですわよ。公正に傾きすぎてるのは見てて危なっかしい時があるよ。でも作戦中でもめきめきと成長していく姿は見惚れてしまうほど。うむ、痛快ですらある。ポカーン。どうした、そんな顔して。いや、褒められるとは思ってなくて、私ら 30G みたいにスマートに任務をこなしたいなって思ってたから。それは経験が補ってくれる。お前たちに足りないのは経験、場数だ。それさえ順調に得られれば史上最強のセラフ部隊になれるかもな。え、そこまで？照れるな。調子に乗るんじゃないよ、命を絶つよ。最後に、今回は 31A が先方を務め、 30G が後方警戒の布陣で進むことを提言させてもらう。機関らの攻撃力を生かしつつ、経験に勝る我々が状況に応じカバーを行う布陣だ。どうだろう？うん、了解。私もそれがいいと思う。そろそろ行こうか。さあ、作戦開始だ。予定ポイントに到着したわ。ここからどうするの？そうだな、一旦ここでドローンを飛ばしておこう。終わったら先に進もう。ユッキー、ドローンで偵察をお願い。他は周辺警戒で。はい。ね、慎重。ルカ、一旦止まってくれ。
南側は下草が多く視界が悪い。注意してくれ。ありがとう。こっちはもうすぐ周辺情報の解析が終わるはずだよ。ちょうど終わったところだ。敵影は多いが強さはそれほどじゃない。雑魚が多いだけだな。了解。進路はほぼ真北、森の中を突っ切るコースで合ってる？ああ、ただ進路上に敵影がある。どうする？これぐらいなら蹴散らして進もうぜ。頑張りどころね。これでいけるはずよ。たまらん。いただけなんだよ。諜報員を敵に回すとこうなるの。敵増援はないか？見える範囲はなさそうやな。うちらだけでもう一回り索敵しとこか。頼む。お玉さんと組んで死角を潰しておいてくれ。ええで。了解です。ルカ、 30G の状況も確認しておいた方がいいぞ。そうだな。こちら 31A 茅森、応答願う。こちら 30G 白川。 31A は戦闘終了し周辺索敵中だ。そっちの状況は？いつでも移動できる状況だ。 31A はそのまま進んでくれ。私たちは後方警戒を続ける。了解。通信終了。じゃあメグミンとおたまさんが戻ったら移動するか。お待たせしました。なあ、もうおらんかったで。了解。よし、行こう。11時方向に敵へ。あんな形見たことあったかな。ないわね。あるわ。戦闘記録にもあるぞ。注意する点は？集団で襲ってくる。囲まれたら厄介だぞ。了解。みんな行くぞ。頑張りどころね。みんな、せめて使わせてもらうぜ。怒らせると怖いよ。すごい。ほらよ、一気に行こうぜ。たたたっきる。ガレンちゃんはこれっぽっちじゃ満足できない。最後の最後で囲まれてもうたか。めぐみさん、離れてください。大丈夫ですか？油断は禁物だよ。まったくだ。ちん、おきに。森林地帯を抜けるか。ユッキー、現在位置を確認しておくれ。車山手前の丘陵地帯だ。予定通りだよ。了解。視界内に敵影なし。風景だけはのどかなもんやな。ええ、キャンサーさえいなかったら
ピクニックにでも来たみたい。こちらも敵影はありませんわ。了解。ルカ、次はどうする？データ収集から始めようか。ユッキー、準備よろしく。他のみんなは警戒と休憩を交代で取ってくれ。やっと一息つける。このルートは戦闘が多かったからな。帰りは西側の平地を回り込んで戻った方が良くないかい？遠回りでも安全だよ。なるほど、そうしよう。また歩き？タクシー移動だった頃が懐かしいよ。またしれっと元有名人自慢してくるんじゃないよ。なあ、ちょっと見てくれ。簡易分析で気になる結果が出た。どれどれ？北東方向だ。車山山頂付近にかなり大きめの反応がある。ハブ役かな。その可能性が高い。よし、早速向かって確認だな。警戒は密にね。了解。不気味なほど静かね。ユッキー、反応があったのはこの辺りで間違いないよな。ああ、座標は間違ってない。ちょっと待つんだよ。どうした？嫌な予感がするね。なんだ？白川部隊長、車山山頂から偵察するから単独行動の許可をもらえるかい？必要なんだな。わかった、許可しよう。ありがとう。よっと。こいつは。バッドニュースだよ。聞かせてもらおう。その先の丘陵すべてがキャンサーの個体だよ。はあ？体長は少なくとも200メートル以上、見たこともない超大型だよ。わかった、一旦ここから離脱する。了解。バカでかい丘がキャンサーっちゅうんか。ああ、高い場所から視認したから間違いないね。動きはあるの？いや、動作確認は取れなかったね。ピクリとも動いてないよ。もう死んでるとこではないんでしょうか？分析では反応を見せている。生きてると考える方が妥当だな。再分析結果が出た。間違いなくキャンサーだよ。でかすぎてサイキックすら通る気せえへんで。ルカ、どうする？緊急撤退。最短距離で帰投ポイントへ戻ろう。それが正解だな。そうね。ルカ、元のルートは敵が強く数も多い。西側の迂回路を行こう。戦闘の時間を考えればこちらの方が早い。わかった。元気を出せルカ。我々は進んでいる。情報を持ち帰り周知を合わせ敵を打倒するのが目的だ。撤退は負けではない。今は一刻も早く
基地に戻ることだけ目指せばいい。そうだな、ありがとう。よし、進もう。霧が出てきたな。視界がいつもの半分以下だ。速度を落とすか？いや、できるだけ急ごう。あのでかいのが暴れ出したら元も子もない。了解。だが奇襲にはどう対応するんだ？私が先頭に立つよ。ユッキーは2列目中央でフォローしてくれ。なら 30G も手伝うとしようか。月城、クラ、カヤモリ部隊長に従い先頭で索敵に立て。後ろに一匹も通すな。わかった。アイユ、ユイナ先輩、ありがとう。さあ、進むとしようか。了解。裏目に出てしまったようだ。問題ないよ。ああ、叩き潰すだけだ。くそ、なんだこいつら。こんなキャンサー見たことねえよ。ルカ、この3体の敵のうち一体は 31A に受け負ってもらいたい。残りは我々に任せてくれ。大丈夫なのか？心配ご無用ですわ。私たちも伊達に場数は踏んでいませんのに。ええ、華麗に片付けてみせましょう。私も久々に少し本気を出すとします。でもそれにこちらにはセラフ部隊最強のコンビがいる。彼女たちなら二人で一体を倒せるだろう。だってさ、月城ちゃん、またいつもの無茶ぶりだよ。クラ、またサポートを頼めるか？それがあたいの仕事さ。さあ後輩ども、こっちはお姉さんたちに任せな。ナナニャン、クラッチ、ルカ、迷ってる時間はないぞ。そうだな、あたしらは目の前のキャンサーに集中。絶対に倒すと。よっしゃ。頑張りどころね。もらった。おりゃ、ずっと欲しいわね。私らならやれるさ。待ってな。願いを叶え、いつの日か。おーいえ、くー、そういうのはコツコツとな。くっそ、みんな冷静にな。ええー、から待っとけ。くれっしゃっしゃ。うちのサイキック見せつけたる。よしよしよし、お魚さんたち、みんなに来るぞ。よっしゃー。よっしゃー、もらった。ほう、ずっと欲しいわね。血が騒ぐの。
撃の日か。おーいえあざっす。こんな月が綺麗な夜は剣の雨が降るぜ。一気加勢ね。すべては計算通り。焼き尽くすほどの感情が今ここで果てる。ざっとこんなもんだな。標的撃破確認や。了解。サムル G はほぼ同時、撃破完了です。了解。もう一体は確認するまでもないか。うむ、すでに撃破済みよ。あの厄介なのは見当たらないけど、視界が悪いね。一回平地に出た方がいいんじゃないかい。そうだな。ルカ、どう判断する？クラッチに賛成。ただ迂闊に平地に出るとそっちにいる敵と挟み撃ちにされる危険がありそう。なるほど。二正面作戦だが、時差をつければ大丈夫だろう。 30G は一旦この周囲の敵を引きつけておく。その間に 31A の攻撃力で平地の敵を掃討してくれ。了解。気をつけて。霧が晴れたわね。だいぶ時間を食っちまったな。急ごう。このまま森を抜けて出るぞ。周辺の敵は発見次第相当。ん？立派な建物があるな。見覚えがある。司令官の話にあったイージスタワーじゃねえか。でも周りに何か張り巡らされてる。なんや、あの緑色のやつ。まるで封印されてるようじゃねえか。この建物の形、何か思い出したのか。幼い頃にお母さんに連れてこられたことがあるような気がするの。え、マジで？軍の施設としか聞かされてないけど、この建物って何なの？それは、何だったかしら。ち、記憶操作か。いや、こいつの場合普通にドアスレしとる可能性もあるで。そうだな、どっちだ。厄介だな。待って、ここまで出かかってるのよ。そのセリフが出てくるってことはただのドアスレの方だな。思い出すのだ。またお前か。なんでいちいち励ましに現れるんだよ。いいやつなんじゃないのか。サイコキラーにそんな情があると思うのか。思うから言ってんだよ。なんだっけ。頑張れ。焦るほど記憶にたどり着く道筋は遠回りになる。ほら、励ましてるじゃないか。そうね、落ち着いて考えてみる。すごく昔のことだったわ。幼少の頃だな。うんうん、いいぞ。一時期通っていた。ほう、何のために。そうだ、
そこがお母さんの研究所だったから。それじゃあ、やった、私やったわ。よしよし、やればできるではないか。もう孫娘のようにめでているじゃないか。ここが司さんのお母さんの研究施設。つまりはセラフの研究所。せやったら東条のおかんのこともわかるかもしれんちゅうことかいな。だったら何としてでもガサ入れしねえとな。軍すら放置してきた場所だぞ。キャンサーもいるかもしれない。危険すぎる。スカサッチの母親の死に関する何かが見つかるかもしれないんだよ。みんなで協力しようって決めたじゃん。冷静になれ。近づけないと分かっててこの情報を開示してきた可能性もある。ということはどういうことだよ。死。ああ、それぐらい危険な場所だからだ。それともお前は仲間を犠牲にしてまでその情報を手に入れたいのか。そりゃ何より命が大事さだろ。仲間のはな。おい、それってまさか。だったらお前が。お前が私がなんだよ。途中で言うのやめんなよ。命を軽く扱う奴は許せない。私の命だったら文句言われる筋合いはねえよ。ルカ、それ本気で言ってるのか。本気だよ。だって約束したろ。唐突に亡くなってただでさえ辛いのに、謎まで突きつけられてるつかさっちのために協力するって。危険を冒してまでかよ。ああ、命より大事なものなんてねえよ。時には命がけにならなくちゃいけないことだってあるんだよ。ルカさん、いいのよ。ルカ、お前ら。こんな大事なことを前におじけついてられるかよ。もう知らねえ。勝手にしろ。ああ、勝手にする。え、うっせやん。マジモンの喧嘩してんの自分ら。チューする仲なのに。まだしてないわ。あれだけ信じ助け合ってきた二人が、そんな。だからいいのよ、ルカさん。よくねえよ。絶対私は謎を暴いてみせる。なんだいあんたたち、喧嘩かい。見られてたじゃねえか。今来たばかりだ。待たせた。争ってる暇はないよ。敵の増援が来ちゃうからね。待ってくれ。一度この周辺でドローンを飛ばさせてくれ。はあ？どういうことだい。敵はもう目前なんだよ。どうしても調査したいんだ。あなたね、この状況で自分でもおかしいって思わないの？頼む。30G 総員、敵正面に半円形で陣取れ。 31A の盾となる。はあ？私は命じたぞ。応答は。分かってる。誤解ですわ。ユイナ先輩、調査が必要なんだろ。心配するな。お前たちには指一本触れさせない。もうちょっとだ。焦らすなって。そもそもなんでこんなことしなくちゃならねえんだよ。あと二つ、一つ分析完了。総員直ちに移動開始だ。 30G のいるところまで全速力。戻ってきたか。ごめん、待たせた。撤退しよう。
なるほどね。もう一度確認するわよ。泉さん、超大型キャンサーが出現したのは車山付近だ。座標も確認しているから間違いない。なんでユッキーに確認なんだよ。報告したの私なのに。普段の行いじゃないのか。意地悪でやってるんじゃないわ。正確性を高めるための確認よ。言い間違いがあるかもしれないから。触手のような敵からの攻撃もレポートを出している。合わせて確認してほしい。ドローンで集めたデータがあるだろう。あんなのほっとけねえよ。早く調べてほしいんだ。もちろん解析は急がせるから。 30G31A は一旦休みなさい。了解。よろしくな。こちらも了解した。 30G は待機に入る。最優先で処理させてるから、それほど時間はかからないと思うわ。以上よ。解析が終わるまで何しよう。図書館で私なりにイージストアのことを調べてみようかな。全セラフ隊員は至急ブリーフィングルームに集合してください。解析が終わったのか。結局何も見つからなかったな。旧茅野市北部車山山頂付近で超大型キャンサーが発見されました。識別名フラットハンドと呼称されます。現状フラットハンドは停止中であり、適正行動は見受けられません。簡易的な解析の結果、新種であり体調外角の特徴から類推しますと、脅威度は最低でもレベル4と判定されています。差し迫った危機ではないが、放置は極めて危険であると司令部は結論付けています。そのためフラットハンド討伐を目的とした作戦、オペレーションベガを立案しました。訓練期間は5日間です。休養日を挟み作戦行動日は7日後となります。聞いた通り、いずれフラットハンドが動き出し基地やドーム各地に攻め入った場合、人類の脅威となるのは言うまでもないわ。しっかりと準備をした上で巨大戦力でもって確実に仕留めます。 31E31F 両部隊は巡回部隊から監視任務を引き継ぐように命じます。どんな些細な動きも見逃さず、逐一司令部に報告しなさい。無線がジャミングされる恐れがあるわ。各部隊から伝令を走らせて対応して。了解です。フラットハンド討伐作戦へ参加する部隊は 30G31A31D31E31F31X の6部隊とするわ。 30B30E31B31G31H は基地防衛と周辺ドームを紹介。 31C は引き続き雲取山攻略作戦に従事しなさい。雲取山で苦戦しているのは聞いているわ。攻めてはいないわ。 31C は盾の役割でもあるのよ。雲取山のキャンサーを足止めし、一匹たりとも西側の作戦地域へ入れさせないように。了解したわ。今回の作戦は6つのフェーズに分けて行います。フェーズ1ではポイントアルファからポイントベータまで徒歩移動します。各部隊ともルートを確認しておいてください。 31A は松原湖から蓼科山までです。険しいルートなので十分注意してください。フェーズ2ではポイントベータからフラットハンドに対し 31A が長距離砲撃を行います。進路をポイントオメガ、美濃と中山に向けて敵を誘導してください。フェーズ3では 31A が囮となってフラットハンドを足止め、その間に他部隊はポイントオメガの指定箇所へ移動して待機します。フェーズ4では3方向からフラットハンドを最終目的地まで誘導します。
そしてフェーズ5でフラットハンドを包囲し、これを討伐します。フェーズ6は周辺の掃討戦を行い、完了後順次撤収となります。明日からは各フェーズの訓練を順番に行います。諸君らは一つのミス、一つの予断もなく、自らの任務を完璧に遂行しなさい。オペレーションベガ、発令します。モナニャンにもイージスタワーのことは話しておこう。よう、モナニャン。カヤモリか。何か進展があったか。場所を変えよう。今日目撃したイージスタワーがセラフの研究所だったってことが分かった。ほう。謎の多いセラフを研究していた場所だ。軍のすごい秘密が埋もれている可能性が高い。それは興味が尽きないな。それにそこは昔スカサッチの亡き母親が勤めていた研究所だったんだ。なんたる偶然。その母親は事故で死んだことにされてるんだけど、本当は軍に殺されたかもしれなくて、司サッチはその謎を追ってる。さらに司サッチ自身もどうやら記憶操作を受けてて、そういう謎の手がかりがイージスタワーには埋まっているはずだ。だから何としてもイージスタワーに行かないといけないんだ。相当危険だが、覚悟を決めた目だな。ああ、モナニャンも一緒に行ってくれるか。無論、我らは運命共同体だ。ありがとう、モナニャン。ならばフェーズ6の掃討戦に紛れてイージスタワーに向かうのはどうだ。途中で抜け出すなんて可能なの？掃討戦では司令部の監視が緩む。その機に乗じてなら抜け出すことが可能だ。さすが中古。ここで中古であることが生きたな。潜入にあたってイージスタワーの情報を集めておくのがよかろう。さっき図書館で調べてみたけど、私じゃ何も見つけられなかったよ。ふむ、我も動いてみよう。だが今日はもう遅い。明日から取り掛かるとしよう。わかった。